はい、こんにちは、こんばんは、おはようございます。クラウドです、24。ですね、4月1日、本日はですね、エイプリルフールなんですけども、ハイロードゲームよりね、最強の、隠しボスと言われた、お兄ちゃんですね、雨宮武尊が、登場ということで、知らない人は、あれ、ちょっと、軽く説明すると、雨宮兄弟、いるんですけども、その2人のお兄ちゃんということで、最もね、最強、強いと、言われた伝説の、男です。はい。戦闘力見て もらうと分かると思うんですけども、1、10、100、1000万、10万、100万、999万、9999っていうことでね、サイヤ人の戦闘レベルを明らかに超えてますね。バケモンだろ、お前。ふざけんな、お前。はい。ぶっ潰していきたいと思います。どんだけやねん。タイか。どんなもんか言ってみよう。きたー。おいやー。斎藤工。渋い。渋い。おいやー。うわあ、危ない。うわあ、やべやべ、強すぎる。ブロリーか、こいつは。てか、時間なくね？なさすぎでしょ。うわあ、危ねえ。うわあ、うわあ、 バケモンだろ、こいつよ。なんやねん。ダメージ全然減ってねえよ。そういえばこないだ、カンタン TV のね、ちょっとね、番組やってたんですけど、ジェネレーションズの数原さんがね、発言、まあ、不謹慎と言われたね、まあ、発言があったんですけども、ちょっとね、Twitter で話題になってたんですけど、あれね、正直、でも、一番初め聞いたときは、あ、ちょっと、まずいこと言っちゃったかなっていう感じはあったんだけど、なんか、本人も言った後に顔の表情、テレビ見てたんだけど、ちょっとまずかったかなみたいな、一瞬顔してたから、と思ったんだけど、でもね、よくよく、ちゃんとね、考えたら、まあ、風原さんのお父さんがね、もう亡くなってるんで、まあ、すごい、ね、簡単な発言ではなかったと思うんですよ。なんだろう。今、コロナですごい、なんつうの、暗い雰囲気では、みんなね、世の中なってるんでね、まあ、少しでもね、みんなに元気になってもらおうと思って、やっぱりこう、楽しんでもらおうと思って、ああいう発言が出たから、だからその悪気があってね、その、ふざけて言ったとかじゃ、全くないんでね、なんかそこだけ、すごくちょっと、ね、あんまり、おー、ちょっと待って。強すぎだろ。いや、強すぎ。そう。あんまりね、そう、初めてね、風原さん見た人は、理解してほしいなと、思いました。はい。ちょっと待って、死んだわ。強すぎだろ。強すぎだっつんだよ、お前。化け物かよ。まあでもなんかこれ、粘っていけば倒せそう。じゃあ倒せそうだよね。まあ本当にね、志村さんが本当に、ねえ、ちょっと、亡くなったっていうのはかなり衝撃でしたね。本当、日本国民みんなびっくりしたと思うわ。まさかだよね。俺も絶対退院してね、戻ってくるもんだと思ったけど、いや、ちょっとコロナの本当に、憎さというか、本当恐ろしいなと思いました。危ない。本当皆さんも手洗い、うがいとかね、ちゃんと、免疫力を上げることが本当に、最大の予防になるんでね。まあ、ずっと家にいるのもすごく大事なんですけども、まあ、ずっといるのもね、ストレスが溜まってしまうのでね、日が出てるうちは、まあ、散歩に外にね、出かけたりとか、なんやり、ちょっと少し運動なりしてね、そうしないとね、もうやっていけないから。
俺ら定時の意地見せとるわボケ。お前、いやでも欲しいな斎藤匠。うわあ、お兄ちゃん、お兄ちゃん、お兄ちゃん立って。いや時間もなさすぎだし強すぎだし。お兄ちゃん、まあ多分お兄ちゃんの登場をね、多分ね、廃炉終わってからの天宮兄弟の映画のあれで出てくるんじゃないかなと、思います。はい、ということでまあちょっとねエイプリルフールね、まあキャラということで異次元のね戦闘力だったんですけども、はい、これにてちょっと終了したいなと思います。今日から、ハイアンドローのね、映画がね、無料期間で、LDH さんの方で、無料配信ということで、やってる人なんでね、そちらの方も、皆さんぜひぜひ、見てください。はい。ということで、今回の動画は以上になります。ありがとうございました。